はい、どうもタンタンです。本日はウーマのウクレレが入荷いたしましたのでご紹介いたします。はい、こちらはウーマの中でも大人気のシリーズ UK20 のシリーズのコンサートサイズ UK20SC のシースルーブラックカラーでございます。はい、こちらのウクレレ入荷するたびに割とすぐに販売済みになってしまう人気の高いモデルでございます。ボディは、マホガニーのオール単板仕様でございます。この価格帯でオール単板というのはなかなか魅力的なのかなと思います。で、この塗装の仕上げも、結構反射しているのでお分かりいただけると思うのですが、光沢のあるグロス仕上げですので非常に高級感もあっていいのかなと思います。サウンドホールの周りロゼッタにはアバロンの装飾が入っております。ネックも同様にマホガニーで同じカラーに塗装されております。で、こちらのシリーズ特徴的なのがスロッテッドヘッド仕様ですね。はい、スロッテッドヘッド仕様、通常弦の張りが強くなりがちなのですが、ウーマの場合はそれほど強くなく、なおかつ最初に貼られている弦がやや細めのフロロカーボン弦ということもあって、弾きやすさと音とバランスの良い仕様に仕上がってるんじゃないかなと思います。非常に軽やかで明るいサウンドなんじゃないかなと思います。このあたりはウーマのウクレレらしい、そんな感じの音かなと思います。で、オール単板仕様にしてはなかなかお求めやすい価格で販売できると思いますので、これからウクレレ始めてみたいという方でも、ちょっと頑張ってこのあたりを購入すると長く楽しめるんじゃないかなと思いますし、もちろん今やられている方でももう少しいいオール単板になることで音のいいウクレレが欲しいということであったり、またはまだ気軽に使える1本が欲しいとかサイズ違いが欲しいという方でもおすすめできる、そんなウクレレかなと思います。はい、こちらご紹介したのはウーマのマホガニオール単板シリーズ UK20 シリーズのコンサートサイズカラーがシースルーブラックのウクレレでございます。皆様のお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。